とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントありがとうございます。この装備、ネバネバの弓にショックウェーブをつけて使ってほしいということです。ありがとうございます。コメントではバブルバースターとあったんですけども、まあ、ネバネバの弓しか263を持ってなかったので、これを使っていこうと思います。でも、エンチャントがちょっと微妙なのよ。リフレッシュ、クールダウンショット、ショックウェーブ、バーストボーストリングですね。チャージ系がついておりません。なので、防具にクールダウンを4つけて対応します。クールダウンが4つ以上ついてれば、チャージ系は必要ないですね。うん、2つ3つだったらば、ちょっと微妙な感じになるんですけども、4つとか5つになると、全然、羽をぴょん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 できますので、クールダウン4の影の衣、これでいきます。で、アーティファクトは、羽、ドラ、そしてショックパウダーなんか合うんじゃないかな？まあ、とりあえずこれでやっていきましょう。それでは、行きましょう。いや、ショックウェーブね、結構前に使ったことがあって、ダメージ微妙だった気がするんですよね。で、連射コントローラーの、四角と三角と×だね。アーティファクトの3つだけを連打します。弓のボタンは、押さずに行きたいと思います。これ、ショックパウダー効くね。OK。ちょっと、早くてわからなかった。OK、パワーポーション出た。これは、いや、多分200、プラス25で来てるはずだけど。いや、なんかやたら強い気がする。ああ、そうか、パワーポーション取ってるからか。なんかバッタバッタ倒せるよ。おう。これは、いや、違うっしょ。ショックウェーブの効果じゃなくって、ただただ強いんだよね、これが。おそらく。ダメージ受けない。レベルアップ久しぶり。あ、でも最適だわ。これショックウェーブって意味ある？わからん。まあ、弓を撃つごとに発動はしてるのよ、ショックウェーブが。で、それで倒せてるの。いや、むちゃくちゃ快適だよ。で、多分ショックパウダーよ。ショックパウダーで敵を完全に無効化してるんで、全然ダメージ受けた。で、しかもこれ回避の時に無敵になるっていうスキルなのよね、影の衣って。まあ、それも相まってダメージ受けない。ショックウェーブって一発どんぐらいダメージ与えるの？わかんない。どれぐらいダメージ与えれるんだ？っていうか、ちょっと矢が枯渇しました。ちょっと矢が欲しいね。ちょっと待って、3万か。一発で3万ぐらいのダメージを与えれてるっぽいね。いや、強いね。ちょっと待って、一回やられ。ちょっと矢を回収します。いや、わけわからんぐらい強い。でもさすがにボスには意味ないと思う。ああ、ボスにはやっぱね、こんなもんです。だから毒武器で攻撃しないといけないんだよね。いや、ちょっと待って、ショックウェーブが強いのか、これ自体が強いのかちょっとわからないので、ちょっとショックウェーブなしでいきます。
それでは、エンチャント変えてきました。防具が、さっきのまんまね、影の衣のクールダウン4。で、ネバネバが、クールダウンショットとバーストボーストリングです。ショックウェブは抜いてますね。つけておりません。で、アーティファクトは同じく、羽ドラ、ショックパウダーです。変わらんでしょ？あ、いや！あ、でもね。ちょい待って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 。変更やめろ。いや、違う気するな。おう。これ。これな、確かに、ショックウェーブがあるから、こう、あれだけ結構、サクサク倒せた。止まるもん、動きが、やっぱり。あ、ショックウェーブで意味あるよ。強いかも。ショックウェーブがあるからこそ、サクサク進めてたんだろうね。まあ、このショックウェーブがない状態でも、まあ、十分強いんですよ。十分強いんだけども、あれば、さらに、快適になる。チャージ系は別に必要ないね。これだったら。全然必要ない。チャージ系必要なしで、ここまで快適に倒せるっていうのであれば、いや、これありだよ。これショックウェーブつければ、全然いいな。はいはい。じゃあ、エンチャントの敵も、すごい快適に倒せるんで。はいはい、これ、バブルバースターに、ショックウェーブ合う。倒せる。敵が、ショックウェーブ1本ずつのダメージってもっと少ないんですよ。3万とかで少なかったんだけども、いや多分それが連続して当たってるんだろうね。このバブルバースターの長弾でカカカーンってこう跳ね返ってるやつにビームが乗るんだろうね。おお、かなり早く倒すことができてます。まあボス戦にはねあんまり意味ないんだけども、いやでもこれはいいと思う。バブルバースターに、ショックウェーブは合う。はい、ということで戻ってきました。今日はコメントありがとうございます。ネバネバの弓、まあバブルバースターですね、これにショックウェーブをつけて使うと、なかなか火力があって強いと思います。まあただ難しいよね、入手は。クールダウンショットとバーストボーストリング、そしてチャージ系を入れないと快適に動けなくなるので、クールダウン4つの防具が必要になるんですよね。なので、あ、でもショックウェーブは黄金スキルにつきやすいので、まあワンチャンありだね。まあちょっと厳選が難しいですけども、なかなか良かったと思います。はい、あとね、ショックパウダー、このショックパウダーがすごい合う。敵をね、麻痺させる時間は、まあ、2秒ぐらいかな。2秒ぐらいだけども、まあ、連続して当てれるので、常に敵を無効化できるので、いや、これはね、やっててすごく楽だなと思いました。このビルド、結構ありだと思います。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。